高安古墳群は、大阪府や大市の東部、高安山のふもとに分布する古墳群。特に古墳が高い密度で集中する部分は、高安千塚と称される。周知の埋蔵文化財放蔵地名として、それまで、高安古墳群とされてきた、高安千塚を、平成24年度より、高安千塚古墳群とし、高安山独のより広い範囲が、高安古墳群として周知されている。 平成27年3月10日に高安千塚古墳群が国史跡に指定された。八尾市の高安地区中部には約200基の古墳群が現存しており、その多さからこの辺りを千塚と呼ぶようになった。古墳時代後期の6世紀から7世紀にかけて作られ、大正時代の調査でかつては600基ほどあったと見られている。その多くが横穴式石室を持った。 直径10から20メートルほどの小さな円墳で、高安山の中原、標高50から300メートルあたりに多く分布している。大抵の場合、南側に開口している。このあたりでは4、5世紀の古墳時代前、中期にかけては巨大な権力を持った極小数の人物が巨大な前方後円墳を作った。しかし、古墳時代後期には、権力が分散し、財力のある、 小豪族がこの辺りに勢力を伸ばし、小規模な円墳を作るようになり、多くの墳墓が集中するようになったと考えられている。具体的な被装者については詳細不明である。明治時代初期に、モースが解散塚古墳などを調査、スケッチをして、その成果を日本におけるドルメンとして紹介している。また、w ゴーランド d が西津塚古墳の写真撮影を試み、 1897年に論文で喪失ドルメンとして発表していることが後の研究でわかっている。なお、坪井正五郎は1888年に古墳、塚穴、ドルメン堂原説という論文を発表している。高安千塚古墳群は4つの主群に分けられる。地元ではドルメン、ドルメン古墳と呼ばれている。墳丘の森土が失われ、 石室が完全に露出した状態になっている。2007年末現在、周囲はヤブが生い茂っており、近づくことさえできない状態である。詳細は、都市のリ丸を山椒来号寺境内の南にある。石室が失われ、沿道部分の実が残って、トンネル状になっている。紛球の森土が削れ、石室の一部が露出した状態になっている。原質が縦に2つ繋がっており、 非常に珍しい形態とされ、西鈴鹿の名の由来となっている。石室の石組みが脆くなっており、崩落の危険性があるとされる。2007年末時点では、今後の分布調査により正式名称が変わる。可能性があるとされている。石室内部の広さが約15.7平方メートルあり、高安古墳群内では最大級とされる。 高安古墳群の内高安千塚古墳群を除く部分については、所在する地区名から、高安古墳群地区、合墳と呼称される。なお、八押し指定史跡として、高安古墳群海三塚古墳が2005年3月17日に、高安古墳群群側2号墳、3号墳、3尾号墳、4号墳が2006年3月20日に、高安古墳群を置くぼう。 ヤバカ7号分が2008年3月21日に指定されていたが、国史跡指定に伴いし史跡指定は解除されている。ありがとうございます。